こんにちは、皆さん。マックスです。スジです。私たちのチャンネルへようこそ。スペース・マトリコブラ、エピソード9。Sol Bowie has been defeated. So now it's gonna... You're mad? You're sad? So now we need to go. What's going to happen next? By the way, we have a channel membership. Buy me a coffee. If you want to support our channel, we are reacting to Cobra. We also reacted to Cat's Eyes episode 1. And we're gonna run into more show very, very soon. Yes. Sorry, それでは行きましょう。 What's going on?300 like and Suchi is gonna karaoke. She's gonna make a video. Okay? The Snow Gorilla Pirates. What? Snow Gorilla. Alice. Oh! Chesley! Are you dreaming?Oh. Yeah, Bihan seemed like he hurt so bad. Wow, Cobra. Nice body. お願いね、コブラ。ドミニクを探して。The first time we see him dreaming. Yeah. いつもの素敵な夢とは違うよね。いや、なかなか素敵な夢だった。可愛い子ちゃんが二人、背中の入れ墨が優しくインクしてくれたよ。I told you. ジェーンとキャサリン。レディの言った通り、ネルソンの三つ子の姉妹は不思議な力で引き合ってるようだな。It's a power. ところでレディ、変わり者情報やミス・バドーがいたろ。今でも占いやってんのかな。ねえ、相変わらずのようよ。Wow. That looked like a moon. So do you believe in this, by the way? I believe some of you guys believe in it. よせ、もったいぶってないで早く教えろよ。高い金払ってるんだよ。いやだだだ、そのなんか見えますか、ミス窓。まったく手間がかかる。白い雪が見える。あぜ。光り輝く白銀の世界。そうじゃ、これは雪深いルルージュ星。ルルージュ星。へえ、結構なところだね。銀河系釧路リゾート地でバカンスとね。その雪の中に何かが見える。鋭いくちばし。そして赤くランランと光る目。恐ろしや、この紋章は女海賊スノーゴリラのものぞ。え、スノーゴリラ。Wow, she's good. 私たちの探している女はルルージュ星の死の使い、白雪を血で染める悪魔スノーゴリラの一人であるぞ。スノーゴリラ。ドミニクがあの女だけの殺し屋集団にいるのか。信じられないわ。よりによって牛丼海賊だったの。水晶は真実しか語らぬ。わらわの占いに間違いはない。だろうな。Thank you。世話になった。So is she good or bad? 人生に戸惑い苦しみがあればまた来たれ。Yeah, probably gonna be a challenge. わらわが道を開いてくれようぞ。She's saying that Dominique is part of that gang or something. 何が道を開いてくれようぞだ。金で買い集めた情報を水晶玉に似せたスクリーンに投影してるだけじゃねえか。でも彼女の情報は信頼できるわ。まあそういうことだな。
new music again. Mm-hmm. Every episode have new music. Woo! You wanna go? いいね。実にわざわざ怖いスノーゴリラの女どもとデートするより手近にたくさん可愛い子ちゃんがいるじゃないの。おまけに酒はうまいときてる。コブラ、いいもの見せてあげるわ。うまくスノーゴリラに会える方法が見つかったわ。あれ、あの雪上バスよ。これはまたやけに警戒厳重だな。バスっていうよりまるで装甲車だぜ。For me, Galaxy Express, right? 私も変だと思って、Where to go to different planet? そしたら後ろの車両には現金が詰まっていたわ。何？金？ああやってこの避暑地で売り上げたお金を月に一度町まで運ぶのよ。なるほどね。客の輸送も兼ねた現金輸送車ってか。西部の行き場所ってところだな。海賊の襲撃を避けるためにバスのルートは一定にしないで、その時の運転手に任されてるわ。こいつはスノーゴリラの格好の獲物だ。ん？どうしたのコブラ？あ、妙な奴がいたぜ。毒蜘蛛の女王、海賊ギルドの殺し屋さん。え？レディー、ルートは決まってないと言ったの。しゃ、尺の中にそいつを知らせる奴がいたらどうする？いやー、やだ、俺ってよくよく好きな推しの元に生まれたみたい。ワイン。Oh, in all those ships, it looks like a train. Oh my goodness. 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 Oh my やつ俺を知らないらしい。うん、皆様、当駅はまもなく死の谷に差し掛かります。ブーベ駅への到着は20時ちょうどの予定でございます。いよいよか。スノーゴリラの縄張りに入ってきたぞ。死の谷だ、用心しろ。おう。ジェイソン、どうだ？何か見えるか？なーに、スノーゴリラも最近じゃおとなしいもんですよ。この連射ブラスターを取り付けて以来、奴らも迂闊には手出しできませんや。おう。おとなしいからこそ不気味なのだ。What? If it's too dangerous, why they... ジェイソン、why they need to come here? ジェイソン！隊長！側面の雪山からスノーゴリラが。何？ Because people need to transport to move to a different location, but they are like they get in the way, you know. Wow. 速走行！走り抜けるぞ！ They are like pirates, like thieves.Why do you have to attack?
You're a pirate guild. Pirate is only to want treasure, right? Well, not necessarily. Well. こちらジョー、どうやらうまくいったようだな。やはりな。あんたがこのバスのルートを知らせていたというわ。なんだてめえ。うわスノーゴリラは女だけの集団と聞いていたが。よせ、腕が。じゃあおとなしく入っちまいなよ。ふうわやめてくれ。俺はギルドの命令でスノーゴリラに指令を届けに来ただけなんだ。つまり死者ってわけか。そうだ。そうか。そいつは悪いことしたな。それはギルドの身分証だ。こいつはいただいておくぜ。おお、ただの死者なら奴らもわかるね。私はスノーゴイラ隊長のサンドラ。あなたがギルド本部からの使者ね。美人のお出迎えた。結構ですな。Interesting。The episode is mysterious for me。驚いたな。スノーゴリラの基地がこんな見晴らしのいいところにあるとはね。よくもまあ銀河パトロールに見つけられないものだ。カモフラージュはしてあるわ。この基地の周囲10キロ四方は人工のブリザードに包まれているのよ。なるほどね。それでレーダーの電波でも女のソナーは覗けないってわけか。あなたは幸せ者ということね。それより要件を早く済ませましょう。まずギルド本部からの指令書をいただくわ。指令書？いいね、そんなものがあったの。あの殺し屋から奪ったな。時計型通信機と身分証だけだ。まいったね、こりゃ。動物はお嫌い？メスイナ特に執念深くて。時計の中のマイクロフィルムを渡せばすぐにおひとやかになるわよ。へえ、助かった。こいつの中か。早速指令書を解読させていただくわ。その間に基地の内部を案内させましょう。こいつは願ってもないことですな。さぞかし。つぶよりの可愛い子ちゃんが。あんまりはしゃぐと可愛いトゲに刺されましてよ。あ。おい、まさかお前さんが案内人というわけじゃないだろうな。おい、冗談じゃないぞ。こいつもしかしたら時計についてるジョーの匂いと俺の匂いの違いに感づいてるのかもしれないな。ミスター・ジェーン、基地のご案内に参りました。助かった。やはりわいた美女にお願いしたいね。私はスノーゴリラ隊ロイヤル少佐です。こちらへ。ここが射撃訓練場よ。腕してるね。しかしまあすげえ銃だこと。あの銃は大型砲並みに収束されたビームを1分間に600発発射できるのよ。大したもんだ。どうですミスター・ジェ、試してみませんか。ええ、結構。そうおっしゃらずに。どうぞ。ギルド本部の暗殺者の腕をぜひ拝見したいものだわ。しかし、よそうよ、危ない、危ないっす。言
わんこっちゃない。狙わないうちから弾が出ちゃった。お見事。かすりもしないとは大した人道主義者ね。射撃はあまりお得意じゃないみたいね。他の訓練場へ案内するわ。なんだ、そんなにおむちあげて笑うと育ちがバレちまうぜ。あれで殺し屋とは恐れ入ったわ。Oh, they seem so happy. Oops. どいつもこいつもマスクをつけてるんじゃドミニックを探せやしね。どうやって背中の入れ墨を写真に撮る。一人一人ヌード写真を撮らしちゃくれないだろうし。どうしたのミスタージェ。いやせっかく女の園を散歩してるのにさ、みんなそんなもんつけてるんで。規則よ。ここは3000メートルの高地なの。だから気圧の調整をしておく必要があるわけ。でもまさかその学校でコーヒーは飲めないぜ。キスだってできやしないぜ。プライベートルームと格闘技場では外すわよ。格闘技場、そいつはぜひ拝見したいね。いいわ、案内するわ。え、わお、セクシー。これはまた勇ましいこと。 Which one do you think? I have no idea. ここならうってつけだぜ。あとはドミニックが現れるのを待つだけか。 Don't tell me it's the one who leading. お手合わせを願えるかしら。な、ギルド本部の殺しのテクニックをぜひ拝見したいものだわ。おお、See? 私、誰かに似ていて。ジェーン、ジェーン。似ている。ジェーンそっくりだ。ということは彼女こそ三つ子の姉妹の最後の一人。She's a... さあ、ウォーミングアップは済んだわ、ミスタージェ。俺もプロレスは嫌いな方じゃないんだ。竹形はコブラツイストでね。行くわよ。いつでもいいぜ。おぉ、ゴッドワー。待てよ、ちょっと用事を思い出した。今日は引き分けてたかで。じゃあ、じゃあ、まあ、娘め、おとなしく背中の写真を撮らせちゃくれないらしいよ。ちょっと荒っぽいが。バッチリいただき。勝負はこれからよ。いいえ、勝負はあったわ。ああ、お前の負けよ、ロイヤル少佐。そしてもう一つのゲームも終わりよ。銀河パトロールの犬め。おお、オーケー。とぼけても無駄よ。ミスター・ジェイの持ってきた指令書で何もかも分かっているのよ。わあ、トゥバキマでライトタイム。お前がギルドの動きを探るために潜入してきたスパイだってことはね。銀河パトロールのスパイ。Okay, that is them. お前と一緒に潜入してきた他の二人はすでに口を割ったわ。負け犬の処刑方法はもうご存知だったわね。
the hell is this? なんだ? Piragate. Come on, Cobra, do something. Eden? By that robot. Oh. Ouch. This episode. Inume, この snow gorilla を侮るとどうなるか。お前はコブラ。Oh, I like this episode. So many like this.よりによって銀河パトロール隊員を助けることになるとはね。Okay, little fan. Okay, I know it's finished.